どうも、ひでまろチャンネル始まりました。おはようございます。こんにちは、こんばんは。ということで、前回話させていただいた王さんと、薬剤師の27歳のこのね、お話の引き続きでございます。まあ、何の気なしに聞いていただければと思います。その A さんですね、その病院に勤めて、やっぱり前世が見える、まあ、ね、27歳の子が面白いなってやっぱり思ってて、それでまあ2ヶ月経って、まあ大体もう慣れるじゃないですか、要領とかね分かって。で王さんが2ヶ月経ってもなんか疲れが取れない方らしいんですよね。でその子に、いやー疲れ取れたみたいな、私さ全然取れなくてさ、まだ緊張してんのかなみたいな言ってたら、そりゃそうでしょうねって言うんですって。返答おかしいじゃないですか。で、ん？え、何その言い方って言ったら、あ、だって王さん第三の目開きっぱなしですよ、閉じた方がいいですよって言うんですって。いや閉じ方わかんねえよってなって、で、ああ簡単ですよ、あの YouTube に載ってあるんで、 YouTube に閉じ方載ってるんですって。なんか第三の目の閉じ方なのかわかんないですけど、あるらしいんですよね。でそれでまあ休憩中見たらしいんですよ。で見たら、いや余計わかんねえわってなって、結構なんか難しかったらしいですね。でその帰り際にその薬剤師の子に、いや見たけどわかんなかったって言ったんですって。そしたら、あ、分かんなかったですか、じゃあこっち向いてくださいって言って、で対面になってね、こうなんか肩、頭肩みたいな、こうなぞっていって、まあこうか、こうなぞっていってくるくるって手回して、はいこれで大丈夫ですみたいな、えってなって、あ今はちょっとわかんないかもしれないですけど、明日になれば軽くなってますよって、本当かよって思って、次の日寝て起きたら、あれ軽いんだけどみたいな感じになったらしいんですよね。面白いなこれって思って、でこれはすごいって。でなんかその子曰く、その今ね令和じゃないですか、なんか今の天皇陛下、まあ変わったじゃないですか。で変わった方、あの方がどうやら第三の目開いてるらしいんですよね。でチャクラが開いてると言うんですよ。公表はしないけど、あ私あのはい分かりますみたいな言うんですって。でチャクラって色ネイビーブルーらしいんですよね。だからその子曰くネイビーブルーのキーホルダーだとか、あとまあ洋服でも小物だとか、あとはピアスとかネックレスでも何でもいいんですけど、とにかくネイビーブルーのものを身につけておけば悪い邪気から払いのけるとペーンとらしいんですよね。だからもしよかったらその身につけといた方がいいですよみたいな、面白いなって思って。で王さん今年の4月いっぱいだったらしいんですよ、その病院の勤めがね。でそれでそのことをもうすぐ退社ですねみたいな話になってて、で寂しいななんて言ってたら、あ平成から令和にかけて雨降るんで、あの傘持っといた方がいいですよって呼ばれたらしいんですよね。ああそうなのって言って、でそれが4月のなんか1週目らしかったんですよね。その切り替わる時って浄化という意味も込めて雨降るって絶対降るんでってその子が言ってて、で何の気なしに覚えてて、
でだんだん5月に近づいていくにつれて、そういえばあの時雨降るって言ってたなって思って、携帯のね天気予報見たんですって。そしたら晴れだったんですって。晴れで、いや晴れじゃん、いや雨絶対降んないでしょって思ってたら、まあその日4月30日から5月1日にかけてめっちゃ都内雨降ったんです。でこりゃいよいよ信じないとかと、その子、うん、信じないとダメかなって思ってて、でまあもっと言うとその4月30日で終わりだったんですけど、4月30日にその子にね、いや本当今までありがとうねって、すごい楽しかった今までって、本当に毎日楽しくてちょっと寂しいなみたいな、あ私も寂しいですと、私も寂しい、あでもまあこれからもお互い頑張りましょう、うん、そうだね頑張ろう、じゃあもう行くねって言って手振って行こうとしたんですって。そしたら、あ王さんちょっと待って、最後これだけ言わせてって言うんですって。え何って言ったら、あの今から1年後、まあ、まあ、ちょっとギュッとやって来年の6月から9月の間、ちょっと大きい天災が起きると思いますっていうで別れたらしいんですよね。大きい天災ってなんだって思うじゃないですか。交通機関の障害だとか、あとはなんか地震だとか、何か大きな天災が来ると、でなんかその子が言うんですよね。もしかしたら地震によって富士山が噴火して、火山灰が東京へやってきて、交通機関を全部停止させてパニックになるんじゃないかと、まあ大体まあ予想ですけどね。うん、でもなんかねそんなことを言ってたんですよね。来年オリンピックとかもあるじゃないですか、だからそういうのにも関係してんのかなって僕はね勝手に思うんですけど、まあ軽い気持ちで聞いていただいてくれればいいんですけど、まあまあちょっと面白いなこの話っていうことでお話しさせていただきました。ひでまろチャンネル、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。